こんにちは、マセンロッケの給与です。今回は店の厨房で飼育をヘラですくって舐めたドミノピザの店員を特定していこうという動画になります。はい、ということでちょっと頭が悪い人が多すぎて鍵付きアカウントで出したみたいなんですけど、インスタかな。まあそれで、まあ流出というか、流れて、まあやってきたということで、なんか波というか、まあある程度の頻度で、こういったちょっと頭のおかしい人の、ちょっとよくわからない行動があるんですけど、まあ店としても、めちゃくちゃ迷惑だし、その商品を購入した客からしてもすげえ迷惑だし、何の、プラスにもならない行動、何が楽しいんでしょうか。はい、ということで、皆様知っている情報をお持ちの方は、YouTube の動画コメント欄、また Twitter のダイレクトメール、また Yahoo メールで大丈夫ですので教えていただけるとありがたいです。まあこういったね、シェイク好きですけど、まあ、ドミノピザ自体そんな頼まないんで、まあ別にいいんですけど、まあちょっと。もうちょっと頭使おうねって思いました。はい、ということで今回は店の厨房でシェイクをヘラですくって舐めたドミノピザの店員を特定していこうという動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。